苦行です。普通モンゴルやるけどここまででかいモンゴルはあんまない。砂漠のロースロイスを作ろったけどね。新型レクサス LX の試乗です。ランクル300の兄弟車なんですけど、インテリアとかそういうところがこうおしゃれになっていて、レクサスの雰囲気ありますね。今日はクリッカーの取材です。一般道の試乗だけではなくて、今日は極悪路の試乗もあります。なんか非常に珍しいというか、わけのわかんない機能がついているというので、どんなのか楽しみにしたいと思います。ちなみにランクル300と同じで納期はわからないぐらいだと、2年3年ぐらい待つつもりで買うとちょうどいいと思います。これがランクル300との一番の違いですね。サスペンション、フロントサスペンションも油圧、これはシトラインみたいなアキュームレーターですね。これがなんか低圧系で、これが高圧系だそうです。でリアもこのスプリングはですね、この車重からするとほとんど全然心もとないです。なのでメインの車重はこのアキュームレーター、シトレンのハイドロニューマチックみたいなやつで支えているということですね。だからサスペンションもハイブリッドだというふうに思っていいと思います。これはランクル300と全然違います。ステアリングギアボックスは全然見えないんですけど、ランクル300はエンジンで作った油圧と、それからモーターで作った油圧を使って、普通油圧パースですね。でこちらはラックに直接モーターがついている、ダイレクトなタイプの電動パース、先の乗用車と同じですね。これがどういう違いを見せているのか楽しみです。サンドマットロックとなります。一応オートで車側のサスペンションの動きだったりグリップ状況を判断して最適なものを選びますので、はい、こんな道ですよ、はい。で今日はですね、コブが2つあるんですが、はい、間に左を落としていただいて、はい、最も深い形で引いていただきますと、ストロークが感じていただけると思いますので。なるほど、こんな普通の車じゃ全く走れるような場所じゃないです、はい、普通モーグルやるけどここまででかいモーグルはあんまない。この時今もう滑ってはいるんですが、はい、滑ってるタイヤにはブレーキを効かせてる時だけオレンジのランプが点灯します。下が見えてるけど、ここはやっぱモーグルはよくわかんないですね、何がなったか。ちょっと起伏ね、起伏わかんないですね。フロントが見えるね、こちらだと割と行きたいところが確認できますよ、はい。でフロントアップの時は画面を触っていただくと、フロントアップに、なるほど、はい、はい。傾いてます、はい、なんともなく走りました。ここだけは全然見えないし、はい、障害物がないかという、障害物これで見るかですね、はいはい。この車はですね、全然ランクル300と雰囲気違いますね。兄弟車だと思ってたんですけど、ステアリングのシステムが違うのとサスペンションの、システムが違うということで、あえてレクサスのために作り変えたという、その意味がはっきり分かります。乗り出しはふわふわというとイメージ悪いかもしれないんですけど、昔のシトレーンのように、ハイドロニューマチックのようなサスペンションなので、本当にこう滑らかな感じがしますね。それからステアリングなんですけど、やっぱラックにそのままモーターをつけてるタイプの電動パースなんで、割とラインプレースが良い。だいたいこのフレームタイプの SUV っていうと、こう車がブワブワするように普通感じるんですけど、 LX はなんかモノコックって言っても多分乗っ
てフレーム写真だってことは分かんないかもしれないですね。それぐらい合成感というか一体感があります。なので乗っていると結構こうなんか魔法の絨毯というか路面からの感覚がどんどんシャットダウンされていて気持ちがいいです。でレクサスは今まで厚化粧のトヨタとか行ってきましたけど NX からちょっとこう方向性が変わってきてちゃんとあのアートにお金をかけてる感じがしますね。ランクル300との値段ちょっと違いますけどこんだけ違うと少し納得できるかなという気がします。エンジンはあの V6 のガソリンターボなんですけどランクル300乗った時は意外とレスポンスに遅れがあってあんまりこう印象良くなかったんですね。だからランクル300買うんだったらもう迷うことなくディーゼルだっていうような雰囲気だったんですがこれは結構スロットル開けた時の制御を変えたということでディーゼルのような下からトルクが出てくるでレスポンスがいいというなんでこれをランクル300に入れなかったのかっていうぐらい違います。でエンジン音がしっかりと出て割とこうスポーキーな感じがしていいですね。でもあのこの車納期4年だって言ってるのでもしかするとマイナーチェンジもしちゃうかもしれない。だからまああの気軽に褒めますけどこれはねいいです。でお金持ってる人だったら、ランクル300じゃなくて LX 買った方が絶対いいと思う。リセールバリューもきっと悪くないと思うのでこんなにだけ気をつける。こんな防止しっかりやっておけばですねとっても楽しくなれるというふうに思います。で先ほど街中を走ってみたんですけどボディはまあ大きいと思っちゃう人は大きいんでしょうけど結構見切りの位置がこう乗ってる位置が高いのでそれほどまあ気にならないですね。なのでちょっとあのギアになる人だったら普通に毎日東京都内でも乗れると思います。買った人は4年間お待ちください。リアシートを試しています。ドライバークリッカー小林編集長どうですか運転した感じ。そうですね大きさをあまり感じないですね。意外と大きさを感じない。はい、思ったように大きな車をよいしょって動かしてる感じがしないですね。意外とこう扱いやすいサイズの感じはしますよね。実際そんなことないんだけど、はい、だから逆に気をつけないと遅いとことか入っていくと大変だと確かにリアシートねそんなにね広いわけじゃないです。ただ着座位置が高いんでなんか見晴らしはいいですね。こんな感じです。天気がいい海が見える砂漠じゃなく海辺のドライブです。サードシートはですねまあ座るもんじゃないです。私のせいだと頭当たっててしかも座面がこんなに短いんで辛いです身長160センチぐらいまでの人だとまあ普通乗れるかなと。私身長183あるので無理です。修行です。まあでもそれでもサードシートついてないよりは絶対ついてる方がいいので加点ですね。これは次は車壊れそうなロックですこれ自然だったら絶対行く気はしないけど、ね、はい、あの行っていいのかっていやいやこれね石が暴れるしね。まあここは、うん、こちらはですねクロールコントロールで、はい、あ自動ですね、はい、5キロから1キロの位置で、はい、1キロ、はいはい、これ今アクセルを踏まないでも勝手に車が動いてくれるというクロールモードですね。ブレーキというとかでアクセルで登って降りるときにはもうブレーキをしっかり、はい、これがあの、はい、なかなか難しくて踏んでしまってボディをヒットさせてしまうとか1キロも本当に上手に下りもブレーキやりますので。なるほど素晴らしい。安らげる空間をということをエグゼクティブのコンセプトとして安らげる空間、このガタガタの道で、はい、砂漠のロースロイスを作ろうってわけですねではまずあのシート倒していきますが操作私してみましょうか。はいどうぞ、はい、これを押すと前に行って、おー前のシート向こう行った、はい、リクライニングが今41度です。はい、
で、今回僕らの作ったシートのポジションっていうのが、NASA の提唱する中立姿勢っていうのを参考にしてます。で、中立姿勢っていうのが、無重力で人間が力を抜いた時に自然に取る姿勢なんですけれども、ゼログラビティってやつですね。はい、はい、そうです。これを、48度まで倒します。はい、倒しまして、で次オットマンを出します。はい、もうオットマンは土足のまま足を乗せてください。これはやっぱりその LX として砂漠だとか雪のところでもそのまま置いて、汚れても拭き取れるっていうような材質も考えてますし、間に隙間を作ってそれが下に落ちるという構造をとってます。日本人ちょっと抵抗ありますけど、あ、下も支えてくれるんですね。そうですね。で、足の支えをするのと座面角を上げたことで48度の中立姿勢を車に落としておきます、ね、なるほど。 こんな格好でウロウロ乗るの初めてです。今この姿勢で今前側っていうのがモニターでしか見えないんですけれども、はい、実はディスプレイがですね倒れます。おお。それで助手席に乗ってるような感覚で、はい、後ろでくつろいでいただけたらなと。チーフエンジニアの横尾も言ってるように、大切な人をどんなところにでも送り届けると、はい、いうことでですね作ってあります。で、リラクゼーションももちろんついてますので、はい、お答えいただけます。こんな車世界で初めてですね。この車両自体も車の揺れっていうのは収まってるんですけれども、はい、やっぱりどうしても今国田さんの取ってる姿勢と普通の着座姿勢でいくと、はい、やっぱり重心の位置が違うので、はい、体の揺れっていうのがやっぱり違ってくるんですよ。今マッサージ始まりましたね。やっぱりその48度まで倒して重心を後ろにしてあげることで、はい、一番沈むところがお尻腰のあたりですね。あ、はいはいはい、なので、横揺れに対してもより揺れにくくなっていると、はい、傾きましたね。20度ぐらい。これカメラは水平です。44度、はい、44度でも生きた心地しないですね。一般の道じゃ絶対やる気ないし、だいたい砂利とかだと横滑りして滑ってきます。そのぐらい倒すと、これね実は46度今リクライニングで相当横になってます。で頭をヘッドレストに乗せて、はい、林道50倍ぐらい狭くして悪くしたような道です。下りですね。はい、ああ前が見えてますね。あ、ここはこんな姿勢で乗るような場所ない。もうブレーキかかってる。はい、これあれですね、条件あるから転げ落ちます。あ、結構激しく制御してますね。昨日までの雨と雪でかなり路面が悪いですね。うん、ほうほう。いや、これは面白い。